皆様ごきげんよう、ピエトロです。オウェイミーゲーム実況レッスン65やっていこうと思います。はい、前回はですねカード探しを引き続きしまして、途中ねお互いのいいところを100個言わないといけないという罰ゲームと称したご褒美もあったんですけども、見事カード探し、本物のカードを探し当てることができまして、その帰り道にサタンとベルゼブブとカード、本物のカードの裏には何て書いてあるんだろうという先の気になる展開のところで終わっていたかと思います。じゃあ65-1見ていきましょう。新たな留学生をやっとこさ会えますね。レッスン60ぐらいで会えるとは思っていたんですけども、まあレッスン65まで片鱗としては出てきたけども、がっつりとは出てこなかったですもんね。レビ、レスデビルソースを取ってくれ。あれ、カードの裏に何か書いてあるっていうところで終わったのに、いきなり朝食のシーンに、は、原型とどめないくらいかかっているのにまだ書けるの。あ、意外と書けたがりなんですね。なんかもうベルゼブブぐらいになると素材そのままの味が一番うまいとかじゃなくて、辛い方がうまい。あ、辛党なんだ、意外。よく言うよ、口に入れば何でもいいくせにやっぱり何でもいいんだ。なるほど、でもそれでもやっぱこの料理にはこれが一番合うっていう、はい、美味しさ最大限に引き出して食べるということね。おい、そこ朝からくだらない喧嘩やめろ、朝食がまずくなる。はい、 NG ということで、朝食時の喧嘩はくだらなくないし、僕が作った朝ごはんをベールが侮辱するからだし、あ、なるほどね、そっか、レビが作ってくれた朝ごはんを、ちょっと全然辛さ足りないということでブブがってこと、それで喧嘩か。なるほどね、レビアタン的にはもうベストな味で出したのにということで、ピエトロは分かってくれるよね、僕の気持ち。すごくわかる、朝食は静かに食べたい、味の好みはそれぞれ。うん、すごくわかるわレビ、朝食は静かにがサタン、味の好みはそれぞれが、ブブか。ここは誰でもいいかな、ここはちょっとレビがかわいそうなのでレビに寄り添ってみましょうかね。おー、朝食当番の苦労と尊さを分かち合える、どうしよう尊さなんてあるのか朝食当番に。ベール、僕のベーコンあげる。あはは、朝からね微笑ましい光景が見られる、なんていい朝食なんだ、いつも悪いなベルフェン、いつももらってるって、全然話聞いてないし朝からもう自由奔放な双子も好きよ、それに振り回される、三男。んなことよりもうじきあれやるらしいな。あ、なんか会話をぶってきて、んなことよりも朝の喧嘩よりも、ほらなんだあれだあれ、全然分かってないやないかい何今もん、今朝も三回一美しい、僕が眩しくて直視できない。おお、三回一大きく出ましたね、魔界だけじゃなくて人間界の展開も、展開とかとても美しい人多そうだけども、それすらも凌駕すると自負しておる、さすが。全然ちげーし、突っ込み回らされるマモン。フィールドデイか、フィールドデイって何ですか、それだそれ、フィールドデイって何ですか、フィールドデイ、あーそれね、知ったかみましょうか、本当に分かんないね、なんだろう。そっか、まだピエトロには行ってないんだっけ、結構私長いこといるんで、フィールドデイは知らなかったのか、うん、ほら前にラットで人間界の体育祭っぽいことやっただろ、殿下あれがよっぽど楽しかったらしくてさ、恒例行事にしたいんだって。ああなるほどね、人間界のその1年の学校行事を取り入れていこうという感じで、つまり僕みたいな引きこもりのお宅には一切関係ない陽キャのイベントってこと、僕休むからなるほどね、陽キャのイベントになるのかな、そうはいかない、今回は新しい留学生もいるから前生と強制参加だと執行部会議で言ってただろ、あーそこでご紹介にも預かるという感じで、前世と強制参加、強制参加、体調悪くてらダメだってことですか体調や悪くても強制参加させられそう、この執行部の力で、ぐはー、そうだった、僕も終わったはい、ゲームオーバー。強制参加とか心の底からめんどくさいね、体動かすの苦手そう、ベルフゴール、ずっと寝ていたいぜだもんね。もぐもぐ、ん、ペイトロン何を持ってるんだ、私何を持ってるんだ、ああそれこの前ポストから回収したカードか、なるほど、もうブブとサタンとは裏目見た手で話が進んでいると、フィールドデーの特別任務を遂行せよ、え、これがあのカード、本物のカードの裏に書かれていた言葉ですか、特別任務を遂行せよ、試練からまた任務任されてんじゃん、忙しい、でその特別任務って何、留学生と仲良くしろみたいな、一緒に回れみたいな、無駄話はそれくらいにして早く食べろ、よしファ、お前なんか知ってんじゃねえの、ね、会話を遮られましたけども、察しのいいマモンが、
ずるい、なんでいつもルシファーだけ。まあ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 、上層部なんてね、執行部の中でも。そうだそうだ明らかに機嫌の悪い顔をしましたけども、ルシファー今ね、兄弟たちからバッシング受けた瞬間に顔つき変わりましたけども、そうだそうだ、ちょっと長男だからってよ、横暴腹黒根性悪、はい、この機嫌が悪くなったタイミングで、マモンの喋る番になってしまったから、マモンがすごい怒られるかわいそうなマモン。ちょっとマモンが結構口悪かったけどもね、他の兄弟たちのキャイーン、さすがここいらで機嫌が、ルシファーの機嫌が悪くなるって分かってたマモンはもう自分が全責任を負おうとして、自ら、さすがマモンありがとね、ほんとバカベルヘのほんとバカ落ち着き。なるほど、カードに書かれていた言葉の意味を知りたいとそうおっしゃる頃だと思っていましたよって、未来を見据えるバルバトスなら分かってるはずだけども、フィールドデーの開催前に坊ちゃまにアポイントを捉えたのは賢明な判断ですね。そのフィールドデーって何って聞きたいのに全然答えてくれない。もうフィールドデーはフィールドデーっていう単語として覚えとけってことなんね。ちょうど私も議場に向かうところでしたから、ご一緒いたします。ありがとう。2人で行こうか、2人で入って坊ちゃまにちょっとねどぎまげさせようか、2人で来たのかみたいな。議場に着きましたね、ピエトロ。入りますか、それともデートですか、デートの誘いですか。こっから入る、様子を見る。あーん、もういらっしゃるみたいな感じでいいんですかね。話し声が聞こえるみたいな。なるほど、それがあなたの出した答えですね。そんなおあれ、そんな重い選択したつもりはないんだけども、ちょっと軽い気持ちだったんだけども、え、何ではここであなたは終わりですって言われそう。何今の感じ、残念でしたピエトロみたいな。どうしよう、すべて私の責任です。様子を見るのは構いませんが、どうします、扉を開けないことには議場に入れませんが、結局入るんかい。いたたたたた、なるほど、魔法で扉を開きますか、考えましたね。あーん、どうなんだろう、この選択肢に持っていきたかったってことは、あ、この言葉に開けるってなっても開かないってなったんじゃないですか。どうしましょうか、で、なるほど魔法で扉を開きますかになってたんじゃないかなと、はい、予測しますけども、ヒュッ、あ、突然頭上から、カナダライが落ちてきた。ギャー、いた可愛かったわ、音がすぐ目の前に転がった。そしてとても痛い。久々の魔界とはいえ、危険を察知する能力は錆びついていないようですね。あ、これ私に当たってないんか。なるほどなるほどね、魔法で開けたからってことね。ちょっと何なの、もう信じらんない、まさかの導入フルボイス。なるほどね、私のカナダライちゃん3号を避けるんじゃないわよ。フルボイスなんだ、最初の方は。3号、1、2号で誰かが餌食になってる。失敗したからなのかな。噂に聞いていろいろ想像してたけど、フルボイスタイムが終わりました。思ったより全然普通って感じねっていうことで、ようやく1年ぶりぐらいにね、このお三方とお会いすることができましたけども。あんたなんでしょう、あいつが言ってた駆け出しの魔術師ってのは、はい、ソロモン師匠のことですね。あいつって誰、カナダライちゃん3号、カナダライちゃん3号に意識が向いている私、1号と2号も知りたいと。そんなことよりあんたよあんた、大体ね、人の家に無断で明かり込んでこいって、この私に何の挨拶もなしってわけ。いや、あの説は、はい、誠に申し訳ございませんでした。でもね、そちらが原因でね、ベルゼブブの命が危うくなって私も号泣したんだからね。そうやってどうなのよ、まるでしつけがなってないわね。横に、いや、まあまあそうまくし立てなくてもいいだろう、ピエトロがびっくりしてるじゃないか。サーティーンちゃんがまずはここで対面ってこと、他の2人もここにいるのかな、無断で家に、この子は何かね、私今何が何だかわからないもんね。そのことなら気にしなくていい、ピエトロ知らなかったんだから。知ってたけどね知ってたけどね、死神の家っていう体で言ったけどねこの子が死神ってことは今現時点ではわからないけども、死神の家っていうことは分かりながら入ったからね、こっちは気にするわよ。そう、ごめんね、ちょっと土足で入り込んだもんね、それはさすがに。ほら、前に君たちが死神の洞窟を訪れたのを覚えているかい。ガチルソだったんだね。じゃあ彼女はあの洞窟の主だよ、つまり死神だみたいな、つまりそういうこと。めちゃめちゃ死神っぽくないんだけどな、なんか初見の、なんかあの、なんだったっけ、メデューサみたいな髪色もね、ちょっとくるくるってなってて、目が鋭いんで、石に変えられそう。私、サーティーンよ、
美味しそうなアイスの名前。はい、65の6、13が30、特別任務。何をそんな顔して、私が手を差し出してるの見えないの？あ、これはあれか、握手してくれてるんだね。その手の角度に合わせて私も握手しないといけないんですか？下から行かないといけないね。握手は握手は、初対面なんだもの、挨拶するのが当然でしょ。握手の手の動きじゃないんだけども、怪しがってるわ私。あー、いや、やっぱりこんな手には引っかからないか、つまんないわね。あ、いたずら好きなのね。ほいほい握手してきたら100億ボルトの電流をお見舞いしてやろうと思ったのに死んじゃうわ。ソロモンの弟子って嫌なやつね。握手。私が握手を拒否したかために、先生まで、人間、悪魔、死神、はい、死神っていうことで、他にも何人かいるのかな、死神族にも。他に何だっていうのよ、人間っぽくはあるよ、人間っぽくはなかったわ、ごめんね。改めて紹介するよ、ピエトロ。新しく留学生として迎えた死神の13だ。あー、一応あれか、学校の服をめちゃめちゃ着崩してるってことなのね。よ、私が目指す3階の融和には広い視点が必要だからね。でもどの3階にも属してないけども、死神は、あ、だよね、3階の全てに属さない存在。そんな彼女を今回ラットに迎え入れることにした。意図は、そういうこと。それからもう一人、サーティーンちゃんも、ね、なんで受け入れたんだろうね。多分そんな好いてないはずだけども。あらららら、いちいちね。天外からの留学生も紹介しよう。もしかすると彼の名は聞いたことがあるんじゃないか。はい、もうね、彼とはもうメモ化であったんで。本編より先にメモ化であったんで、ミカエル、ラファエル、ウリエル、はい、ラハワちゃんということで、うん、ああそうだ、ああごめんね、君もフルボイスだったか、うん、最初の挨拶が肝心なのに。坊ちゃま、顔合わせの挨拶はこれくらいにして、そろそろ、はい、もうお一人には、新聞のお一人にはもうあったんでね。ああそうだってね。じゃあ本題に入ろうか。はい、なんかこの辺はギャグテイスト少なめなんで、実況というより解説に近いような、はい、実況になってしまってますけども。さあさあ、新しく物語が進みます。ピエトロがここに来たのはカードに書かれた特別任務の件だったね。はい、それを聞いてサーティーンとラファエルと顔合わせしてもらったというわけなんだ。なるほど、彼らと何かをするとフィールドデート関係が、はい、話が早くて助かるよみたいな、それを今からディアボルが話してくれるんだろう。ああ呆れられたわ、呆れ返してやりたいわ。新たに設けたフィールドデーはね、大まかに言うと全員参加の障害物レース大会なんだ。なんでまたそんな面白そうなイベントを考えつくんだろう。競技は2つ、その1つが今から行うブラッディスカベンジャーハントだ。はい、物騒な。ルールは3人 1組でゴールすること。私この2人と組むってこと？ちょっとちょっと待ってくださいよディアブロー。まさかとは思いますけど、その3人1組の3人っていうのは、はい、察しのいいラファエル。でも私の方が察し早かったからね。はい、呆れてやろう。今回のフィールドデーは新留学生同士の交流も兼ねているからね。なるほどね。でも私は新留学生っていうくくりでいいのかな。もう私1年先輩なんですけども。サーティーンとラファエルが同じチームなのはすでに決定事項だ。天使と死神が相反する生き物じゃないの。ちょっと何をすのか、私だってあんたみたいなお高く止まった天使願い下げなんだから。確かにお高そうではある、はあ、何も言ってないだろ。察しのいいのと察しのいいが戦ってるわ。そんなの顔見れば何考えてるか分かるわよ。はい、ちょっと褐色よりと色白が戦っておるから、私がちょうどね、真ん中ぐらいの肌色で2人の仲を中和させるという、まあいきなり天使と死神でタッグを組めと言われても困るだろうと思ってね。この2人のサポート役をピエトロに頼みたい。お高いわよ、私は。特別任務にふさわしい役割だろう。ここまでもあのカードに組み込まれてて。フィールドデーにブラッディスカベンジャーハント、くだらないわね。あんまりでも運動とかもね、苦手そう。自分でも信じられないですけど、死神の意見に賛成ですよ。その一個一個にちょっとトゲがある言い方してくるの好きよ。サポートいる？前途多難。はい、私どうなっちゃうの、うん、ということで、そうですね、見るからに蚊帳の外。
この2人あるいはどちらか1人が途中で棄権するとサポート役である君の責任になるから、そのつもりで、はい、君の責任、それは引いては、この魔界からまた出て行ってもらうと。毎回重いんだけど私の重責が。3人ともここでは同じ留学生同士なんだからね、仲良くしてくれ。そっか、もう1人の新キャラさんはね留学生ではないですもんね。やよ、めんどくさい。おっ、テントとな、あーいいねみんなで仲良くなっていこうかおべえみ、絆を育むゲームなんで。おいディアブロ、そろそろ開会の時間だ。タイミングを見計らったかのように、メッセージに返信がないから直接ここへ来た。あ、話に夢中だったんでねんか。まあまあ、ルシファー、うん、別に少しくらい開会が遅れても誰も何も言わないよ。はい、お師匠様が出てきました。はっ、そっかそっかそっか、久しぶりだな、ラファエル。ラファエルさんはルシファーに、ちょっと尊敬っていうところですよね。で、サーティンちゃんの方はソロモンにちょっとグヌヌという。どうした、この姿がそんなに珍しいか。え、そっか、天界の子供ルシファーしか見てないからってこと。どうも、お久しぶりルシファーどうなんだろう、僕あんまりこの子の心情が今わかんないんだけども、尊敬してたっていうところはわかってるんで、あー、天使からやっぱ悪魔になっちゃったんだねっていうちょっと残念な気持ちがあるのか、ルシファーさん、その魔界の戦役姿も素敵ですっていうね、ちょっとファーム目線なのか、どっちなんだろう。いや、サーティン、久しぶり。バチバチバチ、やめて。魔術師ソロモン、それ以上めちゃめちゃ警戒されてるやん。それ以上私に近づくんじゃないわよ。暗い、私のクモの巣バズーカちゃん12号11号まで多分全部廃棄になったんだろうな、ソロモン相手に。おい、こんなところで物騒なものを。いたたたい、おっと、全部避けたんだろうね、ソロモンは。ラファエル、避けろ。私にも誰か。これは私がラファエルをかぶってラファエルちゃんの好感度を上げるというフィールドで開会そんなことよりもラファエルはクモの巣に引っかかりましたと。ラファエル、ラファエル、ああ、まだかラファエル死ぬんかと思った。ラファエル避けて、風を守りとなれ。どうだ、私の力すごい。これサーティンちゃんの前で力を見せられるし、ソロモン師匠の前で私の成長した姿を見せられるし、ラファエルも救えると。でルシファーからは褒められる。やばい、これ4隻5兆ぐらい。とっさに魔法でラファエルをかばうか。いい判断だね、ピエトロありがとうございますやっぱりやべえやべえ、テレ。ちょっとソロモン、なんで避けるのよ。いや、避けるだろ普通すごい、ソロモンさんがツッコミに回ってるわ。うわー今の声は、はい、引っかかったやつがいるようでございますね。どうやら不運な誰かが負け添いになったようですね。不運な誰か、うわー、だからな、ギャーならマモンなんで、うわーはもうレビーかマモン、あ、アスモちゃんなんだよね。かわいそうに、よそ見に行こうかわいそうに。でもこのタイミングでのうわーはマモンになるかな。そうだね、廊下からだ。あー、なるほど、そっちっていうことね。なんだミフィストフェレス様は留学生じゃないから新キャラここで登場ということで、いきなり網が飛んできたぞ。ミフィストかを退治しましたよ、うん、ちゃんと避けられたみたいでよかったよ。避けてない。なんだなんだ、これはどういうことだ。一向に開会式が始まらないので様子を見に来てみれば。ちょっと返しなさいよ、私のクモスバズーカちゃん12号あれ使い切りタイプじゃないんだね。使い回さないといけないんだね。最悪なネーミングセンスだな。恥ずかしくないのか。お、ここもバチバチですね。ちょっと何ですって前途多難すぎるよ、ここ3人。ああ、ラファエルさんが呆れておる。呆れるのがお手記。おい、ラファエル、何を遊んでいる。遊んでいるの、クモの巣であやとり。遊んでいるわけじゃないです。網を片付けようとしたら絡まったんです。あら、不器用ドジっ子、おいで。まったく俺を巻き込むな。それはこっちのセリフだ。あ、一応種族は、あ、なるほど、悪魔と天使と属さない死神と人間の私、かっこ魔術師ですね。いやー、これはすごいね、いろいろな糸が絡んでおるわ。そう、この網のクモの巣バズーカちゃんはさながら私たちの今の心情のよう。レクリエーションで神竜活性との交流を深めるだったか。その計画は早くも挫折しそうだなということで、牛和さん目線からもそう思いますか。そんなことはないさ、まだまだこれからだよ楽観的ボーイ。次期魔王は懐がひどすぎる。65の14、はい、あと4話でございますね。結構長めでございますね。
あ、ディアブロたちでやってきたのか。ルークおいで、私さっきひどい目にあったの、はあ、開会の時間はとっくに過ぎてるというのに、いい加減な奴らだな。これだから悪魔はプンプンしてる。ルークかわいいよ。ピエー、どうしたのレビアタン、おいでなんか問題が起こりすぎている。いやだ、リア充と一緒に妖怪ベッド、いやだもう首根っこ掴んで引きずりながら部屋に帰ってゲームする。ピエンパオン、うるさい、恥ずかしいからくだらないところで騒ぐのやめろ。めっちゃ怒ってるやん、ルークがレビに。でもよかったね、レビ、ルークがこれだけ怒ってくれるということは、すごいそれだけね、関係性が近しいものということで、少しはベルヒゴールを見習ったらどうだ。こんな静かに開会を待って寝てるんだと思うけども、ね、ルーク的にはベルヒゴール見習えっていうのは面白いね。グー、立ちながら寝てる、うちのおじいちゃんと一緒。寝るなー。あー、もうこんなやつらと同じチームだなんて。3人1組、ルーク、レイビー、ベルヘゴールってこと。ルークにそんな役務まるかな、大丈夫かな。始まる前から先が思いやられる3人1組チームじゃないのかな。いやだ、いやー、前髪がずれちゃった、セットし直さなくちゃ。あーん、鏡に映る乱れ髪の僕も美しすぎる。もぐもぐもぐ、なんかでもこの登場の仕方で言ったらやっぱ3人1組なのか。ブブとアスモと誰チームだろう。アスモも食うか、おやつ、腹が減ったら困るからたくさん持ってきた。サタンかな、太っちゃうからパス。というかお腹減る前に食べ尽くしちゃったらおやつ持ってきて意味なくない。でも分かりますよ、なんか僕もそんなにお腹空かないタイプなんですけども、目の前にあったら食べちゃうんだよね、おやつも無限に食べちゃう。おい、そんなことより2人とも分かってるだろうな。よしは、チームにだけは負けられない、むしろこれを機に完膚なきまでに叩き潰すということで、ここ3人がペアということね。ねえ、ベルヘゴールとサタンが組めればよかったのにね。サタンのその熱い闘神は多分ベルゼブブとアスモちゃんには響かないと思うね。俺と同じチームになったからには肝に銘じておけ。マモンどこなんだろう。うーん、今日の僕も肌ツヤ完璧、ここが自由すぎるよ。もぐもぐもぐ、打倒ルシファー熱いな。ダリー、優勝したら豪華賞品とかそういうのねえのかよ。ご褒美ねえのにやる気出るわけねえつの、始まったらこっそりばっくれて、私がいるからね、サボらせませんよ、ママ。おお、ここペアなんだ。ゲイ、バルバトス、お前まさか。ええ、私とあなたとシミオン、同じチームです。面白い組み合わせ。坊ちゃまが力を注いでいらっしゃるイベントですから、全力で戦ってもらいます。ニコますますだりー。本気出さないとね、マリン。マモン。うん、二人、すがすがしいまでの温度差だね。こんなんで大丈夫かな。あ、ピートル、おい、こっちだ、こっち。あー、ルーク。私と会ってなかったんだね、それ。ずいぶん遅かったな。新しい留学生も一緒だったのか。そうなんですよ。聞いてくれますか。ラファエル様、よく知ってるけど、死神は初めて見た。あー、ラファエル様、そっかそっかそっか。天使天使だもんね。やっぱ、敬ってるし、ラファエルもルークのこと可愛いと思ってくれてるのかな。どう、初めての死神、アファエルってどんな人、13の印象は。死神ってあんなんかって言ってたから、そのままの話を流れていきましょうか。13、あの死神13っていうのか、聞いたことあるアイスみたいな名前だな、みたいな。なんだか怖そうだな、あんまり関わりたくないタイプだ目が鋭いもんね、うん、ほら2人ともいよいよ始まるみたいだよ。中庭でやるんですか中庭で障害物レースやるんですか。こんなところで怪我しそう。みんな待たせたね、ただいまよりフィールドデーの開会式を取り行うみんな強制参加のね、このイベントでめちゃめちゃ悪魔来てるはずなのに、かわいそうにみんなこの兄弟たちのせいでみんな待たされてたんだろうね。まずは私から君たちに新たにラットに迎え入れる留学生たちを紹介しよう。知っているものも多いだろうね。彼は天使のラファエルだ。魔界から来た、魔界のね、みんなから見たらブーってなるよね登場、ラファエル登場シーン、ブーって。よろしく。ひー、ラファエルのやつ来るとは聞いてたか、マジで来やがったシミオンはてんてんてんと、ちょっとね思うところがあると。シミオンどうなんだろう、あんまり聞いてなかったみたいな感じかな。もう突然ちょっとミカエルさんからもうラファエル行くことになったからみたいな感じなのかな。ねえ、鋭い目だもんね。でマモンは、はい、因縁の相手でございますね。はい、なんだったっけ、ご指導係みたいな風紀みたいな感じでしたっけ。ラファエルが消えてよく槍の雨を降らされたよな。そして彼女は13、死神だ。死神は悪魔たちから見たらどうなんだろう。13よ、
種族的には近しいところにあるからウェルカムウェルカムなのかな。え、あの死神ものすごくソロモンのこと睨んないか分かっちゃいますか。え、そんなわけないだろ、気のせいだよこれは分かってる、気のせい、あれが気のせい、うんうん、まだ目が合ってるって。今回私は審判として参加する、ゴールで待っているよ、はい、一番面白いポジションでみんなの面白いところを見れるという最高で、それではここにフィールドデーの開催を宣言する。みんな正々堂々と力を尽くして戦うように、フィールドデースタートはい、もう今日一日楽しく過ごせられますね、殿下は。はい、65-17、ちょっと長めですね。メモの内容、借り物競争チックのやつですか。したことないんですよね。結構やっぱね、なんか体育祭とか運動会の定番でもありそうな借り物競争、でも実際に目の当たりにしたことはない。プラティスカベンジャーハントだっけ。どうすればいいんだ。さっき殿下から説明があっただろう、聞いてなかったのか。おい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 、だって鏡を見るのに忙しかったんだもん。俺は食うのに忙しかった。俺も食うのに忙しくて聞きそびれた忙しいんだね、また仕方ないな。を説明してくれればサタン。いいか、出場チームにはそれぞれお題が出る。お題に書かれているものを持ってコロシアムにあるゴールに最も早くたどり着いたチームの勝ちだ。借り物競争ピエトロって書いてないかな。ふーん、でそのお題って2番が配っているだろう、あれだ。はい、どうぞ、こちらがお題ですスタッフやってるよね。2番がお題なんて口で言えばいいじゃない、わざわざメモで持ってくるなんて大げさね。そういうものなんだよ。メモの中身はチームによって違うのか。違いますね、もちろんです。それぞれのチームにとって困難であろうと思われるお題となっております。困難であろう、かっこ楽しめるであろうと思われるお題ってことね。殿下的に無駄に手が込んでるな。うわー、無理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 何引いたんだろう、全く探しがねなんかよーいドーンって言ってその紙のところまで行ってペラーじゃないんだね。なんかみんな椅子に渡されてるんだね。そういうものなのか、フィールドデーというものだ。おい、何やってるんだレビアタン、メモ見せてくれないとお題がわからないんだけど一人で勝手にめくって今一人でパニック状態ってことね。嫌だ嫌だ、絶対に嫌だ。え、嫌だの顔じゃないけどそれ照れてるけど、これ誰かに見せるくらいなら知る、マジ死ぬ、死んだ方がマシだわなんだろう、レビアタンの中2の時に書いたノートみたいな感じ。ちょっと落ち着けてば、それは持ってけないね。僕もそういうのあるけど持ってけないね。寄るな、僕に近づくな。はあ、めんどくさい。どうかした？レビ？レビどうしたの？私になら見せてくれるよね。かっこ敵チームだけど。ギャー文字が震えておる。いやー、ピエトロ来るな、僕に近づくな。いちいちうるさいんだけど。やっぱり帰る、僕の安住の地に帰る楽しそうだなレビーは。あ、逃げた、ベルフウォール追いかけるぞすごい競技が進まないわこんなチーム、頑張ってね。なんで僕がこんなことを。ねえ、ちょっと何か落としたよ、誰かのメモかな、言ってしまったな。あら、レビー落としたのか。おやおや、それはルークチームの、お、ルークがリーダーってことでいいのかな、名前が入ってるから。お題が書かれたメモですね。そうなの、みーちゃお、なんて書いてあるんだろう。おい、それは見ちゃダメなのかな、別にいいでしょ、落としていったんだから。見てみよう、見ない方がいい。なんかでもその借り物競争の時に見る見ないっていうスタンス自体がないからどうなんだろうこれは。ラファエルさんがおいおい言うてるから天使の方乗った方がいいのかな。何、あんたもこの天使様と同じいい子ちゃんってわけ。私いい子ちゃんなんで、いい子ちゃんでとても、はい、愛嬌のある存在でございます。勝てますか、あんたたちの忠告なんていらないわ、私が見るって決めたんだから見るの。相手チームの見たところでじゃない。何何、レビアタンの好きな人、何よこれがお題レビー震えてたね、可愛いやつめ。そのお題でなんで逃げる必要があるんだ、しかも顔を真っ赤にしてお察しの悪いお二人好きな人、好きな人ね、好きな人は誰って聞かれてもパッと思いつかないのも、パッと思いつかないものね、考えたらいるってことかい。嫌いな人ならすぐに思い浮かぶのにじー、ある一点集中じー。まあいいわ、それよりこっちはどうなのよ、うん、俺たちのお題か、ピエトロ見せてみろ。そっか、仲間か君たち13の嫌いな人なら簡単なんだけど、人物系で縛るかな、うん、違う、見てみろ、うん、ソロモンが所有するグリムワールだそうだ。無理じゃん無理じゃん、パチクリお目見になったわ13ちゃんも。
それは何？無理じゃんっていう感じ？それとも見たいっていう感じ？ソロモンを捕らえるならその前にルシファーをどうにかすべきだ。やっぱり例えば兄弟に問題を起こさせる。なるほどね。そこで手一杯のところでってことで、展開にいた頃から兄弟たちのこととなるとルシファーは他のことが目に入らなくなるからな。何なのその燃え要素しかない分。その隙をつけばルシファーに近づける。詳しく聞きたいわ。展開にいた頃のあんなことやこんなことやの話、ロハウェルさん、ちょっと今日ね、今夜2人でお酒でも飲み交わしながら近づいてどうするんだよ。それはなんか面白いわ。右手と左腕の手の違い。おそ松ね、もっといいアイデアないの？さあ、よし、それじゃあ作戦を整理するぞ。お、いろいろな案を出し合いましたと。まずはルシファーチームのお題の品を彼らより先に見つけ出す。なるほどね。10日交換して、まあ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 、ゼロ、一旦ゼロには戻るけども、それでもうまあこの課題をクリアできたらということで、そのお題を盾にして欲しければグリムワールをよこせって脅すのね。完璧。彼らのお題が何か、それが問題だ。っていうかルークチームって私が行かないと絶対クリアできないよね。かわいそう、レビオタン。まずはルシファーたちの動向を探ってみましょう。いやー、余裕しゃくしゃくかな、あのチームは。ソロモン・ルシファーとこはブッ。ちょっといきなり立ち止まらないでぶつかったじゃない。静かにしよう、ルシファーたちは。ソロモンもいる。私もぶつかりたい。ラファエルさんに前からぶつかりたい。わわわって布面積の少ないところにぶつかりたい。おい、どうするんだ。ここでこうしていてもラチが開かないぞ。あー、ここ3人なのね。仕方ないだろう。お題の意味がわからないんだ。あ、その難しいものを渡されたんだ。難解なお題だね。なんだった。なんかここ3人のね、進み具合もちょっと旗から見ていたいわ。これタコツボ？タコツボやはか、タコツボや儚き夢を夏の月みたいな感じか。なんでそんな五七五チックな。はい、何のことだかさっぱりんこということで、私たちもさっぱりんこだったみたいでございます。ということで、借り物競争みたいな感じのフィールドデーが、レッスン65で始まりました。ようやくね、新キャラのお三方とももうほぼほぼ1年経っちゃうんですけども、編入手続きするって言ってから1年経ったんだけど、どういうことルシュア、ルシュアディアボローって言われるわ。65の A を見て終わりましょうか。ルシファーの懸念、いつも悩まされてるルシファーの懸念。待ってくれ。ルシファー、悪いことは言わない。もう一度考え直そう。お、殿下が真剣にルシファーと話し合っています。この選択が私と君の未来を変えるぞ。後悔しないと誓えるか。すごい重たそうに見えてる時は、大体重たくない話をしている時でございます。往生際が悪いぞ、ディアボロ。もう決めたことだ。ああ、なんてことだ、ルシファー。そこに美食を勧める気か、本当に。待った待ったって言ってたんだろうね。それだけはやめてくれと。待ったなし、正真正銘の悪魔だな君は。褒め言葉と受け取っておきましょうか。そんなに褒めるな、やっぱり褒め言葉になるよね。ではじゃあ私はこうだ。おい、嘘だろ。おお、なんか紹介入ったわ、ウーバーイーツからの。ちょっと待てって、私もおい嘘だろってなるわ、実況中に。形勢逆転、私が優勢だな。そんな一手でどちらが、正真正銘の悪魔だって。面白い会話しているな。さあ、だが君はチェスの勝敗なんて本当はどうだっていいんだろう。それで本題はということで、 BGM も途切れて、フィールドデーのことだが、くじを引いて3人1組でチームを組むと聞いた。なるほど、もうそこにちょっと介入しておこうと。その通り、俺だけチームメンバーを指定できるよう、便宜を図ってもらいたい。いや、それは無理な相談だな。そう来ると思ってたよルシファーっていう顔だけども、笑顔でね、それを断り、どうしても、ああ却下だ。例外を一つ許せばその次も許さないといけなくなる。あー、よく言われることだよね。社会ではそれがわからない君じゃないはずだ。はい、そこを分かっててでもっていうことだね。正論だな。お茶をお持ちしました。この光景バルバツ的にはね、素敵だよね。
ね、殿下が喜んでいらっしゃいますし、ありがとうバルバトス、いい香りだ。いつも通り濃いめでよろしいですか、ルシファー。ルシファーは濃いめがお好き。ああ頼む、チームメンバーといえば、はあ、私のチームにはマモンがいるんですよ。今から不安しかありません。どうか殿下変えていただけませんか。よし変えようってルシファーも、え、さっき前例を出すのはダメだって心から同情する次男だよあんたんとこのそれからシミオンも、はあ、ああ今日君がここに来た理由はよくわかってるよルシファー。特別な力を失ったシミオンが心配でチームメイトに迎えたいと思ったんだろう。あ、シミオンをってことなんだ。シミオン今力奪われてんの？ちょっとあれ？なんか問題があんまり進まないからラファエルが来てちょっとの間扱っておきますよみたいな感じ？近くにいさえすれば守ることができるからね。さすがの元兄弟も守り通すぞとルシファ。俺はチェスをしに来たんだが。ああそうだった。とにかくもうくじは引いてしまったんだ、今さらチームを変えることはできないよ。バルバトスがいるなら俺が出る幕はない。あ、バルバトスが守ってくれると。というわけでチェックメイトだなんだこの高度な会話は。見たかバルバトス、安心した途端にすぐこれだ。2杯目のお茶の準備が必要ですね悔しくてまだ終わらないぞと。その通りだ。サールシはもう一勝負しよう。やれやれすごいすごい、なんか新鮮な空間だわ。怪我しちゃなんねえ時間だったわ今のは間違いなく。はい、ということでレッスン 65A も見まして終わりでございます。じゃあレッスン66はどうなるのか楽しみでございます。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。